嘘つきゲームやってこう。どうもヒョです。今日から嘘つきゲームやってくぞ。でね、このゲームの紹介画像みたいなやつあったんだけどさ、なんか弾丸論破を参考っていうかオマージュしてるっぽい作品なんだよね。まあ弾丸論破も俺全部やってて結構好きなんだよね、ああいう感じのゲーム。じゃあ早速最初からいきます。いいね、なんかこの感じクオリティが高そう。それでは最後の処刑を行います。おう、いい始まり方だ。はあ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 、ツイッターアイコン気になんな。嫌だ。はあはあはあ、それでは処刑を開始します。もういきなり処刑台？これ処刑台なの？あ、何これ、目？目玉？怖えな、結構思ったより怖えな。やめて、来るな。あと何歩で落ちるかぐらい。お、死んだね。 100% の死だったね。ぐしゃ。ああ、どうしてこんなことになったんだろう。今さらそんなことを考えてももう取り返しがつかない。どうして、どうして、いつか、いつかまたあなたと。何何、ちょっと気にならせるのがうまい。気になるね、うまいな、すげえ気になるんだけど、こっからどういう風に、これではなんでこうなったかっていうのを。カン、早くないかこれで。 あ、びっくりした。1日前、歯車は最初からなんだが、2日前、事件の前の静けさ、3日前、人が人を恨む、4日前、運命。お、数日前、ある日の出来事。なるほど、これ今の状態、最後ぐしゃってなる、なぜああなった、説明が下手だわ俺、すげえ説明下手だわ。とりあえずそういうことだよね。なぜああいう状況になったかを遡っていくってことだよね。数日前の状況から始まるんだよね。あー、どこだ、ここ自分が俺か。あ、何この子。よかった、意識が戻ったみたいですね。だ、大丈夫ですか。この美少女は誰だ。目が覚めてまず美少女とは思わないんじゃないか。この子は誰だってなるだろう。まず美少女認識から入るんだ。確かに可愛いけど、無事目が覚めてよかったですね。この人も初めて見る人だな。多分この人たちもなんでここにいるか分かってないんだよな。気がつくと俺は見知らぬ場所にいた。そこには数人の見知らぬ男女がおり、異様な雰囲気が部屋を包んでいた。すると突然部屋に奇妙な音が響き渡った。おお、すごい、なんか典型的なやつ出てきたな。なんだこの音は。ごめんごめん、もう偏見だけでこういう声をしてる俺、ごめん。もう超怖いんですけど。アイドルっぽい女、アイドルじゃねえってことなのかな。お、何これ。あ、びっくりした、ヒョードルかと思った、名前びっくりした。あんな最強の男が急に出てくるかと思った。ヒョードルじゃないね、ピョートルね、びっくりしたわ。まあ、ヒョードルがいたら心強いけど。わかった。なるほど、この嘘つきゲームの支配してる側のなんかキャラクターなんだろうな、こいつは多分。やっと最後の人が目を覚ましましたね。なんでこいつ人形。結構新しい人たちが出てくんな。どうぞ皆様、ご機嫌いかがでしょうか。私の名前はピョートルと申します。ピョートルって言うんだね。以後お見知りおきを。それでは紳士宿所、はい、噛むね、紳士宿所の皆様、突然ですがここに嘘つきゲーム開始の宣言をいたします。嘘つきゲーム、こいつは一体何を言ってるんだ。まあ実際自分がさ、こんな状況になったらさ、こいつは一体何を言ってるんだとかじゃなく、俺わめくわ。あー、もうやべえよってなるわ。わ、怖そうなドキュンだって。何わけわかんねえこと言ってんだよ。早くこっから出せよ。それでは早速ルールを説明します。すごい綺麗な仕方。突然ですが皆さんの中に殺人鬼がいます。我々の中に殺人鬼。何バカなこと言ってるんだ。きっとテレビのドキリかなんかだお。
ダオ、ダオ、そうだよね。一体何が起きてるんだ。ルールは非常にシンプル。ルール1、皆さんの中には殺人鬼がいます。殺人鬼だと思う人間を皆さんで選んでください。選ばれた人間は問答無用に処刑されます。いいねこの感じ。殺人鬼じゃない人を間違って処刑しないように注意してくださいね。ルール2、殺人鬼が全滅したらゲーム終了。ここから脱出することができます。ほう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 。ルール3、制限時間内に全ての殺人鬼を処刑しなければ殺人鬼以外の人は全員処刑されてしまいます。制限時間は7日間。短いな思ったより。まあでも人数もそんなにいないってことなのかな。誰が殺人鬼か見抜いてくださいね。このさ、誰が殺人鬼かを見抜きつつもなぜここにいるのかとかこいつの謎とかを解いてくんだろうな。何勝手なこと言ってんだよ。突然俺の後ろにいた男が怒り出した。ふざけんな、なバカみたいなゲームに付き合ってるあれかよ。ちょっとやめてください。ああどこからぶっ壊せんだ。おいおいおい、多分ぶっ壊されんのはおめえの方だぜ。このパターンお前死ぬぜ。 100% いや 200% いや 500% お前死ぬぜ。ぶっ壊されんぞお前が。大体突っかかったよりさ、最初に取り乱したやつ死ぬ。バトル ロワイヤルを見ろ。いてててて、やめてって言ってるのに。あなたたちはすでに嘘つきゲームの参加者なんです。私に危害を加えると重たい罰がありますよ。あ、おめえみてえなふざけた人間の言うこと聞くかよ。ああ忠告したのに仕方がありませんね。これだから単細胞のバカは嫌いです。あ、おめえふざけんなよ。だあ、お決まり、お決まり。っていうかさ、ここまで、今もう全然ここまでっていうか、もうさ、初っ端のさ5分6分ぐらいなんだけど、クオリティ高いね。なんか作り込まれてる感あるね。突然の爆発音がして周りには血が飛び散っていた。ただこいつがな、こういう殺され方で一人の死として認められんのかな。こいつ実は生きてるとかなのかな。全員疑っていこう。ああもうなんか顔なし状態になっちゃってるしな。あしか言わねえもん。下手くそ、女の子の叫び声。死んでる。嘘でしょ。指示に従わない人はこうなりますから、皆さんも気をつけてください。おっとっと、私としたことが感情的になってしまいました。そんなおバカさんはほっといて、嘘つきゲームスタートです。そう言うと、ピョートルとかいう不気味な人形はいなくなってしまった。もうなんかもう、このピョートルっていう文字を見た瞬間、俺の中での変換されてヒョードルって読むようにしてんだけども。怖いよ、助けて。どうなってるの。一体なんだここは。このままここにいても何も始まらない。とにかくここを出よう。あ、急に出てきた謎のゴスロリ。今はそれしかありませんわね。あそこにドアがあるわ。でもドアノブがない。ドアノブを探すところから始まるのこのゲーム、もしかして。どこかに落ちてないかな。ドアノブはね、そんな落ちてる。プレイの方法、気になるところをタップするとアイテムを入手できます。キャラのシルエットをタップするとキャラと会話することができます。いいね、ここら辺はシンプルで。ドアノブだ。なぜこんなところにドアノブが。そうだよね、なんで外れてたんだろう、そもそも。とりあえず次はドアを調べてみましょうか。まあこれはチュートリアルみたいな感じなのかな。何者かによって意図的に外したような跡があるって書いてる。はい、ドアノブがついてないドアだ。さっきのドアノブ取り付けてみましょうか。やってみよう。取り付けられたみたいだお。扉の向こうはどんな風になっているのか、ちょっと怖いよ。やべえ、こいつちょっと好きかもしんない。いいキャラしてんな。あー、何、ツイートボタン押してたの俺今、ナチュラルに。え、あ、何、俺なんかしちゃったもしかして。俺なんかしちゃったのかな。何もしてねえと思うけど。もうあんた頼りないわね。ドアを開けてみましょうか。そうだね、
何か罠があるかもしれないし、気をつけてドアノブを回してみよう。誰か回してくれよ。え、俺が回すの？やだな。開いた。少し怖いけど中に入ってみようか。そうですね。さあ何が待ち受けているんだ。お、意外と普通の。お前邪魔だな。ここはどこだ？窓が一つもない。もう一体何なの？早くお家帰りたいんですけど。出られそうな窓やドアがどこにも見当たりませんね。あ、これ謎の美少女が言ってんのか。とりあえず現状整理しようか。そうですね。そこにいた全員でそれぞれが知っている情報を共有することにした。そっか、誰かもし奇跡的にねここに連れてこられたら、まあ、知らねえだろうけど、どうやら全員面識がなく、目が覚めるとここに連れてこられたという状況も同じだった。おう、ほうほうほう、なるほど。じゃあ僕らは全員初対面で、このゲームについても誰も知らないわけか。ならこの状況でできることは、あの人形の言うことを従うことだけ。ま、それしかありませんね。それってつまり殺人鬼を見つけるってことだよ。わ、わかんない。今のこの状況でわかるわけがないんだけど、この中に殺人鬼が本当にいるのでしょうか。それはわからないけど、とりあえずお互いのことはもっと知っておいて損はないと思うな。謎の青年、お前みてえなやつが意外とな、あるもんな。確かにその通りだ。とりあえずみんな自己紹介しようか。はい。お、その後みんな自己紹介をして最後に俺の番となった。ああ、まあ6人で自分で7人なんだ。確かにいいね。少ない、サクッと終わる感じなのかな、割と。俺はあれ、なんだいなんだいその展開は。俺の名前ってなんだ。俺はここで初めて自分の記憶がないことに気づいた。名前や過去の自分、全く思い出せない。おい、すごいぞ。俺がまず疑いにかかったのを謎の仙人についてお前だぞ。俺を疑ってるぞ今。こいつ怪しい、主人公怪しい説強いな。どうかしました？大丈夫？ごめん、ちょっと混乱して自分のことが思い出せないんだ。名前も？うん、なんか意識がぼんやりしちゃって。この状況でその発言はかなり怪しいな。え？自分のことを言えない事情でもあるみたいだよね。まあ確かに怪しいよね。俺は人殺しなんてしないよ。でも記憶がないんだろ。自分が殺人鬼じゃないとは言い切れないじゃないか。それもそうだよ、きっとこいつが殺人鬼だよ。黙れデブ。言われてみたら殺人鬼っぽい顔だよね。おい、なんだおめえ、殺人鬼っぽい顔ってよ。どんな顔見てえな。どんな顔してんだろ俺。これ俺に言われてんの？俺殺人鬼っぽい顔なのかな。彼も混乱してるみたいだし、まずはちょっと休みませんか。謎の美少女、おめえいいやつだな。ただおめえも疑ってっからな俺は。助けてくれたとか関係なく俺はおめえも疑ってっからな。こういうな気を許しといて攻撃してくるパーティーにあるからな。どうして、みんな早くここから出たいだろ。ならどう見ても怪しいこいつを処刑して早く出ようよ。待て待て、サラリーマン、なぜお前そんなに急いでる。お前も怪しいの。待て待て、全員怪しく見えてくる。そんな、私も彼が殺人鬼だと決めつけるのは早いと思います。なんで一人だけ記憶がないとか怪しすぎるでしょ。その通りだよ、怪しすぎだよ。くそ、このままじゃ俺が処刑されてしまう。どうにかしないと。急に来るね。そうそう、肝心なことを言い忘れてました。あ、さっきの人形。建物の中には参加者の嘘にまつわるヒントがたくさん隠れています。おー、建物でその参加者の嘘を見つけてこいってことか。ゲーム感覚で相手の嘘を見抜いてくださいね。ではまた。あ、いなくなっちゃった。建物の中にヒントが隠されてるって言ってたよね。そのヒントを見つけて私たちに殺人鬼探しをやれってこと。
どうやらそうみたいだね。お、よく見てみると金庫や鍵がついた箱とか怪しいものがたくさんあります。おう、みんな真面目だね。もう殺人鬼はそいつで決まってんだから探す必要もないだろ。笑、おいてめえ、いや待て、怪しすぎないかこいつ。殺人鬼で決めつけやがって。おめえだ、みんなもこいつにしようぜ。そ、いや、こいつも、でもこいつ好きだからな、俺結構。そっといだよ、探す必要ないよ。こいつ何も考えてなさそうだしな。早く他の人間が殺人鬼であるという証拠を見つけないと俺が処刑されてしまう。来た、あ、なに、探索開始。嘘つきゲーム1日目、部屋を探索し殺人鬼の証拠を見つけましょう。わあ、面白そうだな。おい、じゃ1個ずつ行ってみる。意外とさ、サラリーマンとかあのデブとかじゃなく、ちょっと影の薄い感じのやつが犯人なんじゃないかな。部屋を左右にスワイプすると部屋を全体を見れる。あ、なるほど。あ、いいね、スプリンクラーだ。火器を察知して作動する。ここら辺調べれるのと調べないのがあるのか。これは絵日記らしい。小学生くらいの子の字だ。お父さんとお母さんと一緒に動物園に行きました。楽しかったです。短っ、絵日記引くほど短い。動物に対する感想が一つもない。なぜこんなところに。確かに、なんで子供の絵日記がここにあるんだ。不気味だな。まあこれも後々分かってくるパターンか。この絵日記は一体誰のものなんだ。まだ他のページもあるらしい。後で読んでみようか。これ証拠に入ってんの。あ、これデイ5とか書いてあるから違うか。あ、5日間やるってことなのかな。だったら、あ、なんかある。これはレコーダー。何が録音してあるんだろう。お、悲痛な声。ごめんなさい、もう二度とこんなことは。ギャー、男なのか女なのかもわかんない。何をミスしたんだろう。ドビーみたいな感じなのかな。びっくりした。一体何なんだ今の。もしかしてこの人殺されたのか。いや、まさかな。あまり想像したくない。ここは誰が何のために作った場所なんだろう。わからないね。ここ他は調べれるところは特にないかな。あ、これがある。あ、なんだこれ。ん、うわ、あ、待って、これあれか、あの人形か。なんだこれ、ぐちゃぐちゃだ。よくわからないが人形か何かにも見える。一体何のために作られたんだろう。でもなぜだか最近見たことがあるような気もする。嘘でしょ。ねえ、最近っていうかさっきだぜ。最近じゃないよ、もうさっきだよ。これあの人形の命なんじゃない。君が悪いな。じゃあ話しかけよっか。あ、いいね、自己紹介っていうかこの紹介もいいね。神田美久19歳、今人気急上昇中のアイドルグループ絶対永遠少女のメンバー。サバサバした性格で隠し事などができなさそう。思ったことを口に出してしまうので相手をイラつかせることが多そう。あんまいいこと書いてないな。絶対永遠少女ね。多分絶対永遠少女って書いてそう読まないんだと思う。絶対フォーエバーリトルガールみたいな。ないか。あんた本当に名前も覚えてないの。そう、神田美久ちゃん疑ってんだもんね、俺のこと。うん、疑わしいかもしれないけど本当なんだ。やっぱサラリーマンの佐藤たけしさんだっけ。あの人が言う通りあなたが殺人鬼だろうね。何でも信じんのか。思ったこと口にするな、お前は二度と。え、記憶がないなんて一番怪しいもん。く、俺は殺人鬼じゃない。今は何を言っても信用できないわよ。畜生、こいつ殺すしかないか。殺人鬼になるしかないもん、こうなったら。完全に疑われてるな。早く他の人が殺人鬼である証拠を見つけないと。ここさ、証拠がなかったってことなのか。とりあえずいろいろ行ってみるか。で、次プレイルーム。なんかエロいな、プレイルームって。はい、あ、美少女鈴村沙織17歳、都内の高校に通う JK、 清楚系な女の子で正直めちゃくちゃタイプである。知らねえわ。
とても嘘をついてるようには見えないし、まして人殺しなんてできそうにない。好みだからもう理想そうあってほしいっていう勝手な理想でプロフィールこいつが書いてるレベルだぞ。もうこれできそうにないってわかんねえぞ。髪伸びてんじゃん。この髪で殺すかもしんねえじゃん。長すぎじゃねえか髪。おっぱいでか。大里武さんですっけ。あのスーツを着た人ちょっと怖いです。あなたのこと責めすぎだと思う。優しい。惚れちゃいそう。ありがとう。そんなこと言ってくれるのは君だけだよ。うん、証拠もないのに決められないですよね。優しい子だな。それにすごくタイプだ。やだ弱い主人公。何お前ただ惚れてるだけじゃねえか。ここら辺も調べれる場所は、あ、絶対永遠少女ニューシングルリリース。ミクさん所属のアイドルグループ絶対永遠少女の新曲のポスターらしい。センターの子が大きく乗っている。あ、この子がセンターってわけじゃないんだね。さっきの子が。こっちはゲームの参加者神田ミクの誕生日記念ライブポスター。なんかさ、センターが自分じゃないからいろいろイライラしてストレスが溜まってるみたいなストーリー後々出てきたりしそうじゃない。おお、あとここは奥に何かある。まだ新鮮な花が飾られている。誰かが花を飾っているのか。なぜこんなことを。嘘つきゲームのために用意したってこと。それともここに人が住んでるってこと。他に人がいるかもしれないってことなの。それともさ、自分たちより前に過去にも何かあったみたいな感じなのかな。不気味すぎる。いいね、いろいろ考察ができるのいいね。穴が開いている。中から何も出てこないといいけど。あとはなさそうだな。とりあえず出てこう。まあ、また後で来てみればいいか。人形部屋。はい。桐谷正樹18歳医学部を目指す受験生。優しい人からで話しやすい。とても人に危害を加えるような人には見えない。振る舞いを見ているといかにも頭が良さそうである。あー、こういうやつがさ一番えぐい人の殺し方しそうだよね。普通の殺人じゃなくてえぐい感じの殺し方。僕だってねみたいな感じの、なんかちょっとは大丈夫みたいな感じに人が変わるタイプ。記憶がないなんて大変だね。こんな状況じゃ信じてもらえないですよね。君を信じたいんだけどね。ちょっとだけ怪しいと思ってるよ。ごめんね。うっ、腹パン食らったのか今。くそ、こんな優しそうな人にも疑われているとは。まあ疑われるのは仕方ない。アイドルの神田美久に似た人形だ。あ、ほんとだ。あ、ちょっと待って。あ、スキップできる。いいね。ゴスロリ服の聖子さん。あ、これはなんかさ似たような人形が。この右上のだけ押せないな。約束。子供が書いた契約書だろうか。下の方には血の跡。いや、血斑。子供でそんなことする。なぜ子供がこんなこと。うん、いいね。一体今は謎を貯める感じか。あ、一番最初に殺されたヤンキー男の人形だろうか。で、ゴスロリ服。柳聖子何歳なんだろう。落ち着いた性格。とても殺人鬼とは思えない。しかしあまり自分のことを語ろうとはしない。ミステリアスな雰囲気を漂わせている。いいね、ミステリアス。謎が多い子っていいよね。頭がいい子もいいもんね。寝てんのかな。何してるんですか。参加者に似た人形が置いてあるので観察していました。あなたも俺のことを疑っていますか。特別疑っていませんよ。あ、ありがとう。勘違いしないでくださいね。私は全員を疑っているだけ。あなたはその中の一人というだけです。そうですか。聖子さんは冷静に現状を分析しようとしているな。こういう子は最後まで生き残るんじゃないかな。わかんないけど。あとはサラリーマンのたけしさんに似た人形だ。もうギタギタにボロボロにしちまえ。大地さんに似た人形。長い髪の美少女鈴村沙織さんに似た人形。あれ、俺に似た人形は？俺に似た人形はねえの？これますます主人公怪しくなってきたじゃん。俺に似た人形がねえから多く調べれない。上なんかあんな。子供の写真。この子供自分なんじゃない？あれ、子供で欠陥してんのも自分。待て、そういう、まあでも考察楽しいな。おい、これで全然違ってたらどうしよう。
クルミ割り人形を嬉しそうに抱えている。あ、でもクルミ割り人形さっきのさ、ヒョードルに似てるよね。顔が滲んでいてよく見えない。何なんだこの子は。子供には悪いが、こんな部屋に置いてあるとかなり不気味だ。ここで昔何かあったんだろうか。そういうことなのかな。じゃあ一旦出ますか。次は1階トイレシャワーリビングルーム、2階。なんだびっくりした、急に AG 出てくんじゃねえよ。まあ、せっかくならキャラに話しかけてっか。まずは、うん、お、笹本大地29歳、漫画家を目指している。母親と2人暮らしをしながら漫画を描いて出版社に持ち込みをしているらしい。陰湿な性格で友達にはなれそうにない。うん、もう主人公のイメージで描いてますね。これはイメージで言ってますね。陰湿な性格かどうかまだ分かんないのにね。まあ陰湿そうだな。え、近寄るなよ殺人鬼。最低陰湿豚野郎。殺人鬼じゃないってば。サラリーマンの大里武さんが言ってたことだから間違いないんご。間違いないんご。なんかもうごめんごめん、あの俺もね、偏見で言わせてもらっていいですか。偏見で言わせてもらっていいですか。あのお前なんかネットに人の悪口とか書いてそうだな。でも武さんがいてくれて助かったんご。あ、大里武32歳、大手証券会社の野口証券に勤めるエリートサラリーマン。テキパキとした言動からいかにも仕事ができそうである。このメンバーでは一番年上だからか何かと仕切ろうとする。女性にモテそうな雰囲気がすごい。あー、いいじゃん。なんか何でもできそうな感じだけどな。俺のこと敵視してるからな。そんなに僕のこと信用してくれてありがとう。いやいや、最年長でしっかりしてるし、何よりあの大手企業の野口証券に勤めてるんだもん。頼りになるんご。そんなに褒められると照れるな。こいつら何を言っても無駄そうだ。さあ調べていくか。これは部屋の電気のスイッチだ。電池がないのか使うことができない。珍しい形を。確かに珍しいな、この形のスイッチ。あとは何の冊子だろう。何、無残女性殺害とか書いてる。記事がスクラップにしてまとめてある。身勝手な快楽殺人犯の記事のようだ。女性殺害の犯人、30歳無職男性、あまりにも身勝手な犯行。どうしてこんな記事がまとめられているんだ。参加者に関係したヒントなんだろうか。この建物は本当に不気味だな。もう今日で不気味って何回言ってんだよ。これは大地さんのリュックだ。サウルだ、僕は荷物だ。今は調べられそうにないな。あー、だったらこっち、こっちだよね。書類が積まれているぞ。うわ、中身がぎっしり囲み込ま囲ま。相当熱心に何かを研究していた記録。一体誰が何のために。すごく不気味だ。あー、特に今何の記録かは書いてないんだね。まさきくんのカバンだ。あとは調べれるわけでもない。ということはこれ一旦全員話しかけた。じゃあ女部屋とか行ってみる。女部屋いいとこだな。ミクさんのバッグだ。いいじゃん。あとミクさんの荷物が置いてある。他の女性陣に比べて乱雑だ。性格が出るな。なんかパンツとかないわ。綺麗に整頓されている。これといって、児童養護施設のご案内。あなたの支援を必要としている子供たちがいます。なぜこんなところに。これ児童養護施設だったのか。関係者にある必要あるのだろうか。なんだろう。記事のスクラップ。飲酒運転事故だって。被害者のことを考えると胸が苦しいな。でも誰がこんなに調べてまとめているんだろう。嘘つきゲームの主催者の目的は一体なんだろうね。なんなんだろうね。聖子さんの荷物が置かれている。バッグの下には綺麗なハンカチがしてある。あと特にないな。あと行ってねえのか。ここ行ってないもんね。トイレシャワー借りてみようか。調べれるところがない。調べれないな、どこも。起きた。おや、この鏡だけ動かせそうだ。あ、なんか書いてる。あ、びっくりした。何か書いてある。あ、信じてはいけない自分さえも。私は明日殺されるだろう。何ねー、もう謎をさパッパッパッパ振りまいてってさ。まあ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 、これ第一章だろうから、あと言ってないところがまだあったよね。
ここ見てない、リビングルーム見てなかったな。そういえばあっと気になるところ結構多いな。これは結婚式の写真。おっ、俺のちょっとなんか予想が外れてきたっていうか変わってきたな。子供だったからこの主人公が実は子供の頃からここにいてみたいな感じで思ったけど、結婚式一体誰の、なぜこんなところにこんな写真が、なんだか不気味だな。あれ、未だになんか証拠のアイテムが手に入ってないな。いろいろな雑誌が並んでる。今はとてもじゃないが読む気になれない。なんだろう、記事のスクラップ、記事のスクラップ多いね。しかも全部犯罪について、事故についてじゃん。すごく丁寧に調べてあるな。誰がこんな記事を集めたんだろう。ここは本当に異様な空間だな。 DVD プレイヤーだ。テレビは電源が入るようだ。あ、これなんか後々さ DVD とか見たりするんじゃないの。今は見る気になれない、見なくていい。今何見たら楽しいんだろうね。アメトークとかアメトークとかここにあれば結構出た、多分元気は出ると思う。いろいろな雑誌が並んでいる。あー、ここら辺の雑誌も後々って感じなのかな。そしてこれだ、ピョートルという変な人形の絵画だ。そんだけ、そんだけ、あー全部見たよな、これでとりあえず。あ、こいつ話しかけてなかったっけ、そもそも。どうしたんだ、殺人鬼がうろうろすると怖いんだけど。だから俺じゃないっつってんだろ。ま、この状況じゃ何言っても信頼されないよ。おとなしく処刑されるべきだよ。そうだそうだ、武井さんの言う通りだ。いや、ここの二人のところに突っ込んでく主人公もさ、絶対文句言われるって分かって言ってるよね。くそ、完全に決めつけられてるな。早く殺人鬼の証拠を見つけないと俺が処刑されてしまう。他の部屋でも、あー、ストーリー進みそう。見てみようかな。あの人形が言ってたように、君が殺人鬼である証拠がどこかに隠されてるかもしれないしね。それじゃあ。たけしさんは高笑いしながら部屋を出ていった。高笑いしながら部屋を出ていったの。もう怪しいじゃんこいつも。出たー、ストーリーが進みました。だって、おー、座ってる。あ、なるほど、大地さんのノート PC だ。本人が横にいるのにさすがに調べられない。まさきくんのカバンだ。あと、あ、ここら辺調べんのかな。ビジネス用のカバン、たけしさんのカバンか。今はたけしさんはいない。少し中を見てみよう。おっと、お前でも見てんだぞ、の大地っていうデブが。ああ、見える、ほらもうすぐ来たじゃん。それはたけしさんのカバンだお。人のものは勝手に触るのよくないと思う。ちょっと調べるだけだよ。たけしさんに言いつけてやるよ。殺人鬼を見つけるためだよ。別にいいでしょ。僕は知らないからね。こいつなんかお菓子とかさあげればなんか言うこと聞きそうじゃない。大地さんのことは気にせず、たけしさんのカバンを見てみるか。ん？おーい、おい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 、シンジさん、よくも私を裏切りましたね。不倫は重罪です。私の紹介で入社したことをすっかり忘れてしまったようですね。社長である私の父に言いつければどうなるか分かってますよね。おう、これは手紙、シンジさんと書いてある。あれ、シンジさんって誰だ。あれ誰だっけ、シンジさんって。あれ、あいつシンジじゃないよな。はい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 、もう確定ルートかな。あの人大里武史って名乗ってるけど一体どういうことだ。あいつまさか名前を偽っているのか。まあいいや、とりあえず手紙を読んでみよう。あ、これさっき読んだ通りだわ。シンジさん、よく私を裏切りましたね。不倫は重罪です。私の不倫、私の紹介で入社したことをすっかり忘れちゃった。この手紙があいつ宛てなら不倫してたってことだよな。超ゲスじゃん。私の紹介で入社したことをすっかり忘れてしまったようですね。社長である私の父につければどうなるか分かってますよね。内容から察するに、この人野口証券の社長の娘さんなのか。大手企業の社長令嬢とか、めっちゃ金持ちじゃん。主人公の考え方もちょっとゲスだな。何にせよこんなものを持ってるなんて、あの人なんか怪しいんじゃないか。たけしさんのこともっと調べてみよう。たけしじゃねえんじゃねえのか、もうシンジなんじゃねえのか。ストーリーがまた進んだ。さてデブ、バレても知らないよ。いいよ、こっちはもっといい情報ゲットしても。そうなんだよね、まあこいつに言ったらめんどくさそうだからやめとこう。ああ、早くこっから出て漫画描かないと腕がなまっちゃうんご。そういえば漫画家を目指しているんですっけ。そうだよ、道具もリュックに入れてあってやる気満々だお。道具があるなら書けばいいのに。ま、こんな状況なら仕方ないか。
ということは他のところに行っていいってことなのかな。女部屋、あ、なんかちょっと変わってるね、いろいろ人がいる場所とかも。あんたが一番怪しいよね。怖いからこっち来ないでよ。やめてー、もう傷つく主人公が。そこまで言わなくても、次来たら大声出すからね。ね、怖いよね沙織ちゃん。私はそうでも、沙織さんは本当にいい子だ。そしてなんだかいい匂いがする。うん、ここでもさ、一回調べたところは、あ、一回調べたところは同じ感じなのかなと思いつつ、今沙織さんの方には話しかけてないのか。急に殺人鬼の証拠を見つけろって言われても一体何をすればいいのか。とにかく部屋を探し回るしかないよね。沙織ちゃん、そいつとあんまり喋んない方がいいんじゃない。今のところ一番怪しいやつじゃん。そんないいんだよ沙織さん。くそ、めちゃくちゃ疑われてるな。沙織さんと話せるだけでいいんだ。あ、なんかある、何か置いてあるぞ。これは結婚指輪かな。たけしさんがシャワー浴びるのに。あ、今たけしさんシャワー浴びてんだ。くそ、のんきに鼻歌なんて歌って余裕だな。この隙によく見てみよう。確定信じきました。あ、裏に名前が書いてある。SHINJI、 シンジ。あいつやっぱりシンジって名前だったんだ。偽名を使ってタケシと名乗ってたんだ。ということはさっきの不倫はやっぱりあいつのことだったんだ。いいね、点と点が線になってきたよ。この指輪は証拠として取っておくことにしよう。オッケー。さあタケシさん。タケシさん。サラリーマンのタケシさんがシャワーを使用中だ。ということはこれ後々に使うってことなのかな。あ、たけしさんが脱いだスーツが置いてある。あいつ偽名に振りに行って絶対他にも何か隠してるはずだ。もっと詳しく調べたい。まだシャワーから出てきそうにないな。このスーツを調べるなら今しかない。ガサゴソ、なんか出てきそうだね。そろそろ出るか。え？やっぱりもう少し流そうか。いられんだよ、その地らしい。危なかったな。解雇！なるせ、こいつは働いてねえんだな。そして不倫がバレて社長に言いつけられて社長が解雇を命じたってことか。解雇命令？大里真嗣は野口翔家をクビになっている。これであの奥さんの手紙とつながったぞ。奥さんの手紙には社長である私の父に言いつければと書いてあったから、あいつの奥さんは野口翔家の社長令嬢で、不倫がバレて父に言いつけるぞと脅されていたんだ。結局奥さんから社長に話が伝わり、野口翔家を解雇されたんだ。あいつなんかいろいろと嘘ついてるな。誰かそこにいるのか。やべ、大里さんがシャワーから上がりそうだ。走って逃げろ、走って逃げろ。バレのうちに退散しよう。あのサラリーマン他にも隠していることがありそう。そんな考えてる最中にもう走れ走れ、足を動かせ。あー、出てきちゃってない、なんかねえ、右に足だけが映ってるよ。またー。はい、ストーリーが進みましたね。やべえ、くそ、どこだ。やべ、これ指輪探してんのか。何探してるんですか。あ、さてはお前だな殺人鬼。俺の指輪がなくなったんだ。お前以外ありえないだろう。何か知っているはずだ、言え。返答を選べ。何それ。知りませんよ、俺じゃないです。指輪の内側なんて見てません。見てんじゃねえか、おめえ指輪これ選んじゃダメだ。排水口、知りませんよだな、無難に。あ、なんだその口の聞き方は。年上の口の聞き方がなってないんじゃないのか。俺の指輪知らないのかって聞いてるんだよ。黙れ無職。結構怖いなこの人。なんか知ってるはずだ、言え。あ、また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 、え、排水口に落ちちゃったとか。排水口、まあ確かに可能性はあるが、くそ、なんでこんな時に。もっと探してみるか。ああ、なんとか切り抜けられたようだ。危なかった。
これ危な。もしあれ選んでたらなんかその時点でゲームオーバーとかなのかな。だからバレるもんね、取ったってことを。引き続き他に証拠がないか探してみよう。他の人は何か証拠を見つけてないだろうか。あ、いいね。じゃあ他の人のところに行ってみればいいのか。あ、移動してない？移動して、あ、移動してる。ちょこちょこ移動するね、沙織ちゃん。あ、ちょうどいいところに。ここ見てください。あ、え、この階がネジが一つ外れかけてる。本当だ。しかもこの絵画の裏に何かありそうなんですよ。ネジが外せそうな道具を探してみようか。なんかさ、誰かネジ持ってなかったっけ。持ってない？倉庫ありそう、倉庫ありそうじゃない。あった。あ、ドライバーだ。これであのリビングの絵画のネジを外せそう。お、何？ちょっとあんた、それで何するつもり。まさかここで殺人。キャー、落ち着いて。殺人なんてするわけないだろ。ちょっとリビングで気になるものがあったからさ。あんたは今何しても怪しいんだから、とにかく凶器持って歩かないでよ。もう怖いから他の部屋を探しに行こうっと。完全に俺を警戒してるな。早く誰かが殺人鬼だって証拠見つけないと。オッケー、これで使えるのか。これどうなるんだ。で、いなくなって行ってみよっか。リビングで、ここを開けれるって言ってたもんね。ドライバー、ありがとうございます。ネズよ、ネズなんで急に訛ったんだろう。ネズを話してみましょうか。さあ、なんだい、外れた。あ、やっぱり奥に何かありましたね。おっ、こう、なんでこんなところにこれがあるんだ。野口証券の社長令嬢殺害。社長令嬢殺害、容疑者の夫、現在も、はい、確定です。週刊誌の記事、野口証券の社長令嬢殺害、容疑者の夫は現在も逃走中だって。野口証券の社長令嬢が殺害された事件について書かれているようですね。野口証券は確か大里武さんが勤めてらっしゃる大手企業の。でも社長令嬢と武さんって何か関係があるのかな。マジかよ、野口証券の社長令嬢が殺害されている。容疑者の夫は現在も逃走中ってことは、この記事が本当ならあいつは奥さんを殺した殺人鬼じゃないか。そういう感じなんだ。この中の誰かが殺し合うとかじゃなくて、元の世界であった殺人事件の犯人がいるってこと。もしかしてさ、これ他の人たちも抱えてるんじゃない？他の殺人をして犯してるんじゃない？何？嘘つき会議準備完了。ホームから嘘つき会議に参加しましょう。はぁ、嘘つき会議を開始できる。これストーリーが進んでも証拠が揃ってるってことなんだよね、きっと。いきますよ皆さん、嘘つき会議開始。うん、多分これ会議開始できるってこと、集まってると思うもんね。いきます。あ、でも一応他の部屋見といた方がよかったかな。なんかちょっと不安な感じもあるな。開始するよ。でも無理だったらやり直そう。足りなかったら。皆さん、地下の会議室に集合してください。ちょっといきなり何？地下倉庫の下にこんな部屋があったんですね。ここは嘘つき会議の時しか開かない神聖なお部屋なのです。その神聖なお部屋とやらで何をするのかな。それでは早速本内に移ります。今から皆さんには嘘つき会議をしてもらいます。嘘つき会議？はい、これから毎日一回嘘つき会議をしてもらいます。そこで殺人鬼だと思う人を一人選んで処刑してください。処刑？今から？はい、なので今からここで一人死にます。突然そんなこと言ったって死にたくないよ。処刑する人なんて選べないですよ。当てずっぽうで選ぶのもよし、見つけたヒントで推理するのもよし。
皆さんで話し合って誰か一人を選んでくださいね。無事殺人鬼を処刑し、殺人鬼がいなくなればゲーム終了。ここから脱出できます。そんなこといきなり言われても。でも必ず誰かを選ばないといけないんですよね。おーいい、これどんどんだってさ、きっとデイ5みたいなのまであったからさ、どんどん減らしていって、これ最後終わるときどうなるのかもう気になるもんな。最後が選ぶって言っても一体誰が殺人鬼だかなんてわからないし。それはもう記憶のない彼でしょ。おいおいおい、何を言ってんだ、嘘つき無職ハゲ。だから俺じゃないって言ってんだろ。だってこの場で記憶がないなんて怪しすぎだ。確かにそうですよね、ブヒヒワラ。ま、一番怪しいといえば彼だよね。このままじゃ俺が処刑対象に選ばれてしまう。俺は大里さんが犯人だと思います。いや、殺人鬼だと思います。は？何でだろうな言ってんだよ。証拠を見つけたんだ。あんたが殺人鬼だという証拠を。かっこいい、行くぞ主人公。いや俺、クソガキがいい加減にしろよ。まあまあそう熱くならずに、全ては嘘つき会議で決めましょう。それでは第1回嘘つき会議スタートです。おお、すごいすごい、もう作り込まれてる、もう普通に楽しいやってて。